い、皆さんこんにちは、みやぼうです。カルサです。よろしくお願いしま す, しいします。はい、ちょっと時間経っちゃったんですけど、このブリューダック、こちらを使っていきたいと思います。はい、こいつはアリスみたいな友情コンボ、超強貫通フォーミング18に超強ショットガンというのは本当アリスに超似てる。まあ、強いて違うって言えば、まあ、超強ショットガンの部分がまあ光属性なので、まあアリスはバラージショットガンの闇属性なので、まあ属性が一緒ってことで、アリスの方が友情はまあ属性的になんかちょっと強いかなと思ったんですけど、こいつの魅力はね、ストライクショットだった。8ターンで打てるこの雷、8ターンの終わりに威力出しすぎってことで、それをちょっと見てみたいと思います。よろしくお願いします。マジで強かった、これ。8ターン、え8ターン、え8ターンで、なんだこれって感じだったんでね、これをちょっと見せていきたいなと思います。まあもちろん友情も強いですよ。アリスほどじゃないけど友情も強い。ケロラーと、まあ、これはあれね、爆発当たったから半減してるんであれなんですけど、まあね、これ超攻撃型にできるからね、アリスと違うのはね。ああ、そうか。うん、超攻撃型にできる。そこもね、いいよね。超攻撃型のこのこれは強いでしょう。はい、ナイス。で、普通に友情強いんだよね、ほんとアリス並みにある。溶けますね。うん、これがね、敵あれだからね、だからその光属性とかだったらもう本当になんですけど、まあ、今回本当に見せたいのは SS、 マジで SS がマジヤバかった。それだけ言いまして、よし、誇りがよし。まあ今の時代ね、もうね、あれだからね、エクスカリマに勝てる友情コンボないから、まあいいんだよ。やっぱ SS とかでね、やっぱ個性出していかないと、あれなんですよね。よしゃ、これ友情コンボ。友情コンボして、本当は4体いれば4体が良かったけど、お正月、お金使いすぎちゃった。まあしょうがない。まあ運よく2体出てくれたからね。まあじゃこの SS 見したい。てかね、まあ使ってみたらやれてたと思うんだけど、まだ2段階目はね、自分で打ってないんで、ちょっと2段階目もね、できればね、この動画のどっかでね、見したいですね。まあホーミングだからね、さすがだね、やってくれる。一定以上の仕事をホーミング吸収がいなければしてくれるんで、とりあえずあってっか。いいえ、よし、これでいいぞいいぞ、いい感じに溶けてる。まあ茨城時代からこのホーミングはね、ここでは強かったから、マジ SS 早く打ちたい。もう打てるか、8ターンだからね、オセロと一緒。こいつアンチマ法人に対応してるんだよな。こいつやっぱ片瀬行ってみたいよな、貫通でどうなのか。雑魚処理もどうなのかとか気になる。あの片瀬にこの、あれが、あれはね、あれか、防御ダウンさせてからじゃないといけないから、難しいかも、使い方が。いいよ。いいよ。まあスムーズですね。さあ、SS もいい感じに溜まって、まず鬼に打ちたいが、ちょっと鬼と距離離れすぎてから中ボスで打とうかな。これは普通に友情でいこう。これ HP のこれ、ブリューナック当たれば、この長距離ショットガンが刺さるんで、とりあえず HP は、どっちも HP なんだろう。そう、鬼に近い方。OK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 。今、長距離ショットガンがいい感じですって言ましたね。いや、強い。まあ強い。18だしね。ちょっと下げたいっすね。落雷も言うて、あれがあるんで、範囲があるんで、OK?OK!、OK? いいんじゃない?これなんかすげえいい感じに重まっちゃってんな。これ縦勘してもらえると、次の SS の威力が分かりやすいかもしれない。了解でーす。あざーす。よし!撃つぞ!さて、どんなもんか。8ターンなんだよ。8ターンってことは頭に置いてみてください。それちょっと。まあ、月読みゼロでね、知ってる人はいると思うけど、これやばすぎでしょやばすぎでしょ。これ8ターンこんなお手軽に打ててやっていいんですかみたいな。そう、お手軽でね、この威力が出せるこいつマジで素晴らしいなと思って、これ普通に友情拾っちゃっていいよ。お手軽すぎるんだよな、8ターンでこれこんな気持ちいいストライクショット打ってしまうと。待て待て、長距離ショットガン刺さりすぎ、わろた刺さりすぎわろたなんで、いやすげえ重なってるんですけど、もうこれ知らないですよ。ストライクショット。いや、マジ気持ちよすぎ、これ8ターンで打てるのは。もうやばすぎ。もう、ほら、もう余力も残して、もさっき中ボスで300万でしたから、弱点にガッツリ刺さってたんでね。まあ一応弱点運とかはあるんで、あ、そういえばさ、あれだわ。周遊と合わせたら2倍だからやばいんじゃない弱点バーンって。そうだね。
まあちょっとギミック的にはあれだけど、ちょっと面白いことができそう。まあ周囲が面白いことができるキャラなんでいいですよね。これまたね、中ボスでは、中ボスじゃない、最終、ボス最終で打てそうだね。これちょっと位置がやばいね。位置がやばいな。ちょっとずらすか。十字レーザーのポジに行きたくないっていう。ちょっと結局、これでもう一回辛さがずらしてほしいな。どうすれば十字レーザー来るから、まあ、ハーツ取っといた方がいいね。ちょ、闇属性なんで。ずらす努力ぐらいですか。ずらす努力をしてほしい。はい、ずる。なんなら入って。まあ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 。まあ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 。あぶねえ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 、ハートが湧いてくれたね。失神しろ失神。対話する対話する。窓に種削ればいいんで。え、 SS っちゃっていいよ。 SS 横間で倒して、夜市はさすがに強いから倒す。ちょっと位置が悪すぎたし、属性があれだったからあれだったけど、いやこの SS 気持ち良すぎ。倒すじゃない？おい、いいっしたね、無理なく。いや、マジで気持ちよすぎ。これ2段階目がちょっと気になるところっすね。たまらないな、これたまらない。超ロマン法だと思う。ロマンでもないんだよ、現実的なんだよ。最後ちょっと8ターン待って、刺され刺され、やばすぎじゃないこれ。8ターンだよ、8ターンでこれだもんな。うん、ちょっと危ないシーンはありましたが、これ、はいはい、8ターンでこれやる、もうとにかくやばい、マジで。2回打てるもんね。余裕で打てる、もう。すげえわ。これすごい。じゃあちょっと違うとこ見てみましょう。いや、強くね？え、強い。俺ちょっと欲しくなってきた。気持ちよくないこいつ。欲しくなってきた。はい、ってことで、クシナダいきたいと思います。まぁ、ちょっと HP 多いところちょっと選んで、はい、ちょっとクシナダの最終ですね。あそこまぁ、結構 HP 高いんで、そこでどんぐらい、2段階目を打ちたい。2段階目打とう。いや、どうなるマジで。まあ、1、3回目であれだからね。なんか期待できるんですか。2段階目だって、しかもその後16プラス16ターンだから、これで24ターンになる。8ターンと24ターン差ありすぎるけど、その割の威力してるような気がするんだよね。うんうんうん。ワンパンまで期待してる、俺は。クシナダワンパンしたらもうさすがに、もう本当に、あれ。あれだと思うんですよね。やってるなと思うんですよね。で、一応ラザニーとか連れてきましたけど、まあ貫通であんま邪魔しなくて、まあ SS も一応弱点強化なんで、まあブリューラクの手助けにはなるのかな。いきます、ゴーブリューラク、ゴー2体あるね、上から行けば。ああ、ゴー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 、はい、ナイス、オッケーオッケー、いいね。やっぱりホーミングが強いんでね、サクサク溜まるかなんか心配になってきましたね、これ。うーん、2段階目溜まるのはもう本当至難の技かもしれない。どっかに溜めてるかな。ゆっくりゆっくりゆっくり行くべきかもしれないけど、まあいいよ、普通に行っちゃって。オッケー、うん、溜まらなかったらいいよ、負けやろう。溜まらなかったら負けやろう。まあ、こいつが強いってことはね、もう分かったね。いや、こいつめっちゃ好きになったわ、使ってみて。実際使ってみて好きになったキャラ。そうだよ、だって無理なくガチャ動画の時は外れぐらい言ってたもんな。まあ別にそんなだなと思ってたけど、実際使ってみるとやっぱり話しちゃったわ、こいつ。えっ、 SS 気持ちよすぎと思って。いや、確かに気持ちいい。でも見てしまったら、ちょっとね、8ターンでここまで威力出るとはね、思ってなかったな。ちょっと使ってみた動画、公式のちゃんと見るべきだったわ。カタログスペックだけで判断してしまったから、ちょっと反省ですね。いや、やっぱ使ってみないと分かんないものあるんですね。ちょっと年始時間なさすぎだわ。はい、8ターンのやつ、まあ1本は打っていいかな。いや、2本打っちゃいか。いや、迷うな、この SS 楽しすぎる。つかね、この8ターンがゆえにね、マジ普段使いもめっちゃしやすいと思うんだよね、この友情コンボ持ってるし。やばいでしょ。よいしょ。さあ、中ボスのこいつは大したことないので、いや、本ラザニーもいい感じに働いてるな。ラザニーめっちゃ強く感じるんだけど、これだから、これ超バランス型だ。あ、超バランス型か。あれ、ガチャで出たやつか。ガチャで出たやつ。超バランスラザニ
まさかの頑張るか微妙。まあここ友情で突破するならいけるか。超バランス優位属性に 5% だから、これなんか強く感じるな。ラザニーと思ったら、あ、小スピードか、バランスじゃねえや。ラザニースピード型だった、やばい、これモンストクイズ出た時にやばい、間違えるから、こいつスピード型っすね、すいません。モンストクイズ出るな、これ。ラザニーは超バランス型か超スピード型かっていう、これクイズ出そうっすね。ちょっと気をつけないと。超スピード型でした。超スピード型。これで俺がラザニーあんま使ってないってことが世の中に知れてしまった。よし、いやこれたまんねえな。まあ1段階目あるか。もうこれしょうがねえからな、たまったらでいいわ。弱点強化からのブリューナク1段階目みたいなもんね。なら串長の位って余力残りまくってたから、さっきの感じ見てるとね、そうだ、さらに1段階目でも出るんじゃないかな、弱点さえ拾ってしまえば。まあ、そこはなんか運ゲーになるからあれなんだけど、あと意外と近くにいないといけないかもな、ちゃんと当てるには。すっぽり ね、あの範囲がパーンって決められるから。あれ範囲にランダムで入るんですか。ランダムに無数の落雷を落とすっていうストレーションなんで、そう、その落雷部分はランダムなんですよね。おお、ラザニー強え。あと1周待てば2段階目ですよ。たまんねえけど。お、たまりそう。いい感じに下ってるか。ワープに邪魔されましたね。いい感じに。だがこれで突破しそうです。すぐに突破しちゃう？いいよ、いいよ。そしてなんか、まあ位置が悪い状態のやつも、まあ結局は見たい。ああ、はい。でもあんま刺さんないと思うんだよな。なんか範囲が狭かったから範囲広くなるのかな、なんかやな。ああ、なるほどね。威力じゃなくて。威力と範囲。これで打ってみるか。この距離いけるか。ああ、やっぱちょっと。ああ、でもやっぱりそうだね。範囲は狭いから。100万出てるけど、まあ。普通に、ブリューナク当ててほしい。雑魚処理、雑魚処理。はいね、いい感じじゃない。どうせワープ乗ってるからちょっと打てないですね。ワープしてから範囲拡大なんで、範囲を。ああ、なるほどね。そう、ワープされちゃうと変な方向に。バカ野郎すぎる。何も分かれない。あー、ブスター。まあまあ言ったけど、ヨラダに弱点効果し。あれはアップして、どうする、打つと終わらないけど、見せづらいから、横感とかでいい、横感。また目で打ってこないね。獅子王さんが大暴れしなきゃ。そうだ。いた。大丈夫、大丈夫。あ、そっち出るか。オッケー。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。これ2段階で打てるな。はい、横感。はい、ナイス。はい、天才的王冠じゃない？これワープ乗ってない。じゃあ2段階目いきましょう。はい！真逆だね。2段階目、ストライクショット。これどうなるんだ？うわー！いや、強っ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 ！ 500 万ぐらい。長くなかったか、ちょっと。長かったね。だから数が多いね。はいはいはい。なるほどね。なるほどね。いや、これ超楽しいわ。ロマンありすぎる。面白いな。今だけ結構弱点拾ってない方だったような気がするんだけど。そうだよね。あれでさらに。タタ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 タって。だから体感長いな、長いな。これ悪いことしたいな。シューとかでね。だから単純にブーストしてればいいかも。ああ、なるほどね。ですね。ちょ、もう一回やろう。もう一回。両用。もう一回。はい、ということで、裏覇者38、来ました。まあ、ここ適正です。重力アンチ魔法陣。持ってるんで、ここはだいぶ適正、ブリューナクの。はい、行きましょう。で、友情コンボも通るという話なんで、あとサポートでちょっと、五右衛門と諸葛亮連れてきました。諸葛亮弱点露出なので、この SS 非常に相性がいいです。まあ、弱点露出と相性悪い SS なんてねえか。まあ、より相性が良さそうですね。じゃあ、これもうブリューナク当たってもらってね、回復もしてもらって。いいね、いいね、いいね。
まあ、やはり友情コンボが強いっすよね。相手が光なんで、まあさっきがクシナダと、山竹言ってたんでね、そんなに相性的には良くなかった。良くも悪くもなかった。はい。なので、今回は良い。相手が良い。ほら、こうやって感じでね、友情でね、ポンポン溶けていくからね。さあ、ブリューダク強えな。また2段階目打てなくなるか心配なあれだけど、まあ。俺は、上の鬼に向かって、俺は落雷を噴射する。遊んでんなこれ楽しすぎだからね。いけ。ストライクショット。この弱点判定ないやつ。あ、やばいわ。倒したね。倒した。強い。じゃあ、召喚の手押さえ、SS お願いします。おいよー。SS 重力低くかって止まってもらえれば上に。で、OK。GO! じゃあ行きましょう。準備は整った。2段階目ストライクショット。どう？どうだ？オーマイガー、余力ありすぎるね。半分ぐらいで死んだぞ余力ありすぎるね。約なんか体感落雷 1.5 倍って感じするね。そうだね、時間がどんぐらいな感じする。うん、いや楽しいわこれ。楽しすぎる。はい、ということで今回はブリューラク使っていきました。まあ友情もね、まあアリス並みに強くて、でストライクショットが8ターンで効果力出せてすごい魅力的なキャラでした。はい、ちょっと僕がちょっと使ってみればね、この強さに気づかなかったんですが、はい、皆さんも持ってる方、フレンド入れてる方はね、使ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ね。